ネーメイヤルビネーメイヤルビは、エストニア出身の指揮者。旧ソ連時代のタリン出身。タリン音楽院で打楽器と合唱式指揮を学んだ後、レニングラード音楽院に進んで、エフゲニー・ムラビンスキーに指示。タリン音楽院に在学中には、エストニア放送公共楽団で打楽器奏者として、活躍した。その後指揮者に転じ、エストニア放送公共楽団。 エストニア国立歌劇場の音楽監督を歴任。1971年に、セーチェチリア国立音楽院国際指揮者、コンクール主受賞。1980年にアメリカ合衆国に出国。1982年より、イエーテボリ公共楽団主席指揮者。また、1990年より、デトロイト公共楽団音楽監督。 1995年9月より、日本フィルハーモニー公共楽団客員主席指揮者。現在、ニュージャージー公共楽団音楽監督とハーグ、レジデンティ管弦楽団主席指揮者。ヤルビは、カラヤン以後の世代で、最も録音数の多い指揮者として、記憶と記録に残されている。膨大なレパートリーの中でも、ロマン派音楽と20世紀音楽の解釈が知られ、 フランツ・シュミットの公共曲全曲録音は、この作曲家の名声の復活と、国際的な普及に貢献した。エストニア音楽の被護者でもあり、エドワルド・トゥビニア、アルボ・ペルトの録音も有名で、ペルトの、クレドは1968年にある美の式で、上演された。得意とする作曲家は、ショスタコービチで、公共曲全集バレー音楽の録音が知られている。また、 デトロイト時代には積極的にアメリカ人公共曲作家の系譜をたどり、チャドウィックやエイミー・ビーチ、アイブズ、バーバー等の作品を録音して世界に広めた。客演先は膨大で手広く指揮している。その中でもベルリンフィルハーモニー還元楽団とは親密な関係を築いており、ほぼ毎年のように客演し、レコーディングも行っている。単身で来日し、 日本フィルハーモニー交響楽団も指揮したことがある。ヤルビは打楽器奏者出身の指揮者であるためか、ティンパニや小太鼓等を強調する傾向があるとともに、早いテンポ設定により、音楽のうねりや力感を強調し、情緒やニュアンスを排した解釈が特徴的である。それゆえ引き出される音楽は、一方では知的で構成力を感じさせる反面、ともすれば、無味感想ともとられかねない。 しかし、細部にとらわれずに、巧みな牽引力によって、オーケストラから輝かしく力強い音色を引き出し、爆発的に燃焼力の高い演奏を行っている。長男パーボ、次男クリスチャンも指揮者。長女、周り川フルート奏者。ありがとうございます。